燕四条志士っていうのは、まあ、人類最古の文学というくらいで、僕が一番驚くのは人間って全然変わってないっていうこと。人間の悩みとか欲望、そして人間にとって一番の問題が自然をどれだけコントロールできるか。で、自然をコントロールできたと思ったその時の傲慢が人間にいかにこう跳ね返ってくるか。で、本当に今の地球環境の問題と全く同じことがすでに4000年くらい前に書かれている。普通の人形劇のデザインとは全く違うんですよ。生まれて初めて経験したデザイン作業で、テーマが宮城さんの中ではっきりしていたので、つまり人間対自然っていう自然破壊、それがあったので作りやすかったんですけれども、ただこんなにデザインを書き直した仕事は僕初めてで、そんな人形劇人形劇っていうコメディではもちろんないんですけど、でも見慣れないものたちが結構たくさん出るから、それ面白いねって思ってくれるような、例えばちょっと子供たちとか客層が新しく発掘できたらすごい嬉しいんだけどなと思って頑張ります。人形劇界のレジェンドというか、日本を代表する人形劇師のね、沢野隆一さんと、コラボレーションができることになって、今まで、到達できなかったところにちょっと手が届くような気がしていますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。